道人身事故ニュース速報です。2021年4月5日10時2分ごろ、中央総武観光線の幕張本郷駅で人身事故が発生した模様です。中央総武観光線での人身事故は今年3件目です。現在被害者の状況などは分かっていません。以上、鉄道人身事故ニュース速報でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。